中日杯ということで、ね、やっていきたいと思います。秘密結社プログラム総帥ハッチでございます。まあ、こちらね、金沢のメイン、まあ、今回のねメイン勢で言えばね、まあ本当に金沢でもトップクラスのメンツが集まってくるあたり、まあ金沢のまあジャパンカップというかね、金沢カップというかね、そんなレースだろうということでね、こんな感じでいきたいと思います。軸は一番の白山アマジョネス、まあ金沢のチャンピオンホースですからね。ただ吉原騎手が怪我、東映記念で巻き込まれてしまったというあたり、まあ人気サイドで唯一まあちょっと不安要素、まあ、そしてね、唯一内枠なんでね、この馬だけスムーズに競馬できるみたいな金沢のあれがあるのかなみたいな気はして、軸では行きたいと思います。まあ、そして2番、7番勝がたっぷり、まあ、3歳上ですね。まあ、南関東でも掲示板に乗ったあたり、こっちの方が白山よりさらにという期待はしておきたいと思います。まあ、そして9番のトランスナショナル、まあ、前走 G1 はさすがに惨敗しましたが、まあまだね狙えそうなところ、ただ今年まだ重賞勝ってないんですよね。ここで一発欲しいですねというところですね。まあ、そして10番のセブンダート、まあ、JRA2 勝クラスからの移籍後連勝してます。まあ、圧勝続きですし、重賞クラスと初対戦ですが期待したいと思います。まあ、そして12番のダイヤモンドライン、まあ、ダービー2着馬がね3歳馬どこまでやれるか、まあ、賞がたっぷりの次ぐらいの評価になってしまうんで、まあ、こんな感じでいきたいと思います。まあ、そしてですね、まあ、メインチャンネルフルガム TV の方は今日の JRA G1 チャンピオンズカップということで、まあ、それぞれ合わせてチャンネル登録とよろしくお願いいたします。以上ハッチでした。